Kyogo, a long time out injured, but back with a bang on Sunday in your first start. How does it feel to be back? そうですね。まずはやっぱりゴールを決めれて、チームをこう勝利に導けるようなゴールを決めれて、すごく嬉しいですし、でもやっぱりたくさんの選手だったり、スタッフだったり、応援してくれる人たちがこう支えてくれて、待ってるよって声をかけてくれたおかげで、ここまで早く復帰できたと思うので、みんなに感謝しかないです。Take us back to your injury, Kyogo. How difficult was that, especially after the fantastic start to the season you had? まあやっぱり、してしまったものは仕方ないと思うので、まあプレーできなかった期間っていうのはすごくムズムズして、悔しい思いもして、すごい、なんていうんですかね。嫌になりそうになりましたけど、それでもチームはやっぱりみんないい方向に進んで勝ってたし、それを見てすごい元気をもらったし、さっきも言った通りファンサポーターの皆さんが早く帰ってきて君が必要だっていう言葉をたくさんかけてくれたので、一日でも早く帰ってピッチで、プレーして結果で早くみんなに恩返ししたいっていう気持ちが強かったので、それがモチベーションとして頑張れたかなと思います。In your absence, Yorgos Yakimakis led the line so well. Did you enjoy seeing your teammate really flourish? もうモチベーションしかなかったですね。彼があえて活躍することで、僕ももっともっとやんないといけない、もっともっと頑張らないと、早く戻って。僕も頑張ってまたチームのために結果を残さないと早く直そうって思えたので、本当にこのクラブにはいい選手がたくさんいて、誰が出てもいいサッカーができると思うので、それを1年間監督をはじめみんなで頑張ってきたので、それがこう、まあ残りシーズンは少ないですけど、みんながピッチでいい表現できたらなって思います。The fans have taken to you naturally, but tell us about that standing ovation you got at Celtic Park when you made your return. そうですね。本当に復帰戦がホームのセルティックパークで満員の中で復帰できたっていうのは本当に幸せでしたし、アップに行く時も入る時もたくさんの人がこう、こう鼓舞してくれたというか、拍手で迎え入れてくれたっていうのは本当にたくさんの人に愛していただけてるんだなって感じましたし、まあ試合中でしたけど、正直こう入る前にちょっと涙流しそうなぐらいちょっと、試合前やけど感動してしまって、本当に、幸せすぎて、まあチーム的にもこういい調子で対勝してましたし、だからこそこう僕も結果残したかったなっていう率直な感想です。Was it a particularly sweet feeling to get a goal in such a crucial game for Celtic on Sunday there? そうですね、嬉しかったですし、まああれは本当にジョタがすごいいいボールをくれたので、僕はもう待って合わせるだけでしたし、まあそれ以外にやっぱり決めないといけないシーンっていうのはたくさんあったので、ゴールは嬉しかったですけど、まだまだ課題はたくさんあって、個人としてはまだまだ成長できると感じたので、それを確実に決めれるようにしたいなと思います。 It's Rangers in the Glasgow Derby up next. Is this a game you are really hoping to make your mark in? そうですね、もちろん結果は残したいですけど、まあ、チームの勝利がまずは先だと思うので、チームが勝つために、攻守においてハードワークをして、その中で頑張ったご褒美としてゴールを決めるチャンスっていうのは来ると思うので、そのチャンスを確実に逃さないように決めて、フォワードとしてチームを救えるゴールを狙っていけたらなと思います。And just finally, 17 goals for the season.
Is there a hope you will get to 20 goals before the season ends? うん、20は取りたいなと思ってますし、取れると思うので、20じゃなくてそれ以上狙っていけるように、まあ、チームのためにチームを救うゴールを、みんなの笑顔を見るためにゴールを決めて、少しでも記録のゴールを伸ばせれたらなと思います。